伝送路は電気工学、情報工学分野で用いられる語である。電気工学で電気現象が伝えられるために使用される媒体。そのうちで通信工学として情報の伝送用と、情報工学で電気現象を写象した情報としての符号の伝送に使用される媒体。本校では上の二つを順に説明する。なお、電気工学で 電気現象が伝えられるために使用される媒体として、そのうちで電力工学として、電力の伝送用途については、有線の場合は伝送炉より、電線路を用いることが、当該分野では一般的である。また、無線の場合は、伝送経路が特に意識されることはなく、電力伝送、エネルギー伝送との表現が用いられ、伝送炉の用語は見かけられない。伝送とは、 電気現象が伝えられるために使用される媒体である。携帯に注目して媒体が電気回路を構成するケーブル等の動体である、有線の場合、大気中を電磁波が電波する無線の場合がある。配線としての機能に注目する場合は、電装線路とも言う。高周波信号を扱う分野では、電装線路は導波路とも呼ばれ、分布定数回路として取り扱われる。 電送炉として機能するものの種類には様々な形態がある。以下に例を示す。通常は長さ、経路方向について形状、電気的特性が一様である。電気通信の分野では電送炉や電送炉に合わせた変調、副調多の信号変換機能を担う送受信装置の技術を扱う分野を電送工学、電送技術という。また電気通信関連の法令でいう。 伝送路設備とは、伝送路の他に送受信装置を合わせた一式を指すものと解される。ありがとうございます。